こんにちは、エウレカです。今回はマクロスのトレーディングカードゲームが手に入りましたので、開封の儀ということでやってまいります。こちらエウレカスタジオでは趣味のマクロスに関する動画アップロードしてございます。イベントに行ってきましたとか、グッズ開封しましたとか、そういった動画アップロードしてございます。よろしければ再生リストをまとめてございます。過去動画もご覧になっていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。そうしましたら、今回ちょっと手元に届いたものなんですが、実はちょっとこれエルガさん自身で買ったわけではなく、ちょっとメンバーの方がですね、エルガさんどうですか、これ欲しいですかって、あ、欲しいですくだちゃいということで、はい、いただいてまいりました。でね、あんまりエルガさんこのトレーディングカードゲームって詳しくはないんですけど、これは有名だと思うんですよ。ワイス・シュバルツってブシロードさんが出しているカードゲームですよね。要はこのバイス・シュバルツっていうカードゲームの中の、要は1バージョンっていうような感じでいいんだと思うんですよ。要はバイス・シュバルツやろうぜ、あ、俺いろんなアニメの持ってるんだっていう風な感じの一つっていう考えでいいと思います。間違ってたら、はい、コメントください。で、このクルセイドっていうのは、マクロス・クルセイドか、これもなんとなくちらっと見てたんですけど、クルセ、カードシス、ん？クルセイドシステムカードシリーズっていう風になんかここに書かれておりますので、だからクルセイド、これはバンダイさんから発売されているもので、クルセイドっていうそのカードゲームがある中のマクロスクルセイド。だから、これはあくまでマクロスクルセイドって言ったら、クルセイド。マクロスしかないっていう、そういう認識でよろしいですかね。でもクルセイドっていうのはあるっちゃあるの、どうなの。だから作品を超えてバトルができるっていうことなのか、あくまでマクロスのシリーズ内でしか、そういう認識なんですけど、ユーレカさん的にはどうでしょうか。知ってる方いらっしゃったら教えてください。ちょっと開けてみればわかるでしょうっていうところもあります。ちょっとむしろメインはこっち。そうだから言ったようにね、ブワイス・シュバルチュさんは多分他のね、要は作品とかといろいろクロスオーバーしてバトルできるカードゲームだと思うので、これはそういうもんなんじゃないのかな。ちょっと開けてまいりますね。こうか。ほい。あ、出てまいる。なんだ？僕の思い出？なんだなんだ？あ、こんな感じでちょっと束ねられております。で、こちらに関しましては、トライアルデッキということで、ワンデッキ50枚とか書いてあったかな？ワンデッキ50枚でバトルをする。なんかそんなようなことで書いてあったと思うんですよ。この四角の中に金や銀のあれが当たり、あ、これなんか削って、削っててか、コインで削って、なんか当たりが出たらなんかもらえるって、そういうことなんでしょうね。ほんほんほん、思い出？なんこれ。ああ、なるほど。これがプレイマットになるわけだな。なるほど、なるほど。なんかこんな紙っぺらが入っておりますが、これがプレイマットになるわけですね。これを要はフィールドに敷いてですよ。クロック、控え室、クライマックス。これ1枚じゃダメじゃん。2枚ないと。あ、2枚あるっぽい。これでお互いに付け合わせて、プレイすると、多分そういうこと、ゲームマットを使用せずに遊んでも構いません。あ、そういうことか。あ、一種類しかないわけですね。あ、プレイブック、の説明書きも入ってました。なるほど、なるほど。あ、やっぱりね、これ、キャラ、クライマックスなんかちょっといろいろありますけど、この裏面にですよ。裏面に、いろんなシリーズが書かれておりますね。シャブガンのシャナとかもあるということで、やっぱりそうですね、ウレカさんの認識はそれでよかったですね。統合デッキの特徴が。そう。いろんな、アニメ作品を超えて、おそらくカードゲームができるんじゃないのかなと思います。ちらりカードを覗いていきましょうかね。で、そう。エウレガさん、アプリゲーの方でね、シャドーバースっていうカードゲームはやっておりましたので、そこら辺はね、ある程度はちょっと知識はあるんですけど、ちょっと、こういうの触れるの、久しぶりっちゃ久しぶりで、偽りの歌姫シェリルが、レアリティとかがどこでわかるんだろうな。あ、なんかでもここら辺にレアリティみたいなのが書かれていそうですね。これの、ネグリジェシェリルはこんな感じで何も入っておりませんので、そうですね、これも右上、この角のところ、何も入ってませんね。
うん、私服シェリル。あ、ワンデッキの中に同じカードを4枚まで入れられる。そういう風な感じ。ちょっとシェリルばっかなんですけど。ちょっとシェリルさん。あ、これちょっとレアっぽいですね。どうなんでしょう。違いますかね。ちょっとレアっぽい。ラブスリンガーシェリル。ダイヤモンドクレバスシェリル。シェリルさんばっかです。シェリルさんばっかです。お尻シェリル。ちょっと見えづらいですかね。はい。おスルスルル。なるほど、なるほど。あ、来ましたね。ランカちゃん来ました。スターライトナットはなんか何もマークついてないですね。あ、こっからはランカちゃんがいっぱいありますね。てか、キャラカードばっかですね。なんかイベントカードみたいなのあるんでしょうか。愛も。あ、なんか、これはちょっとまた違うマークがついてますね。袋？なんか、黄色い袋が書かれております。なんかアイテムカードとか多分そういう風な感覚なんでしょうか。行くわよ、ランカちゃん。はい、シェリルさん。あれ、ランカちゃんの方はマークついてない。へー、なんかちょっと面白い。まあ、ちょっと、これはね、あくまで、言いました通り、ちょっとバイス・シュバルツっていう、なんかそういうシリーズっぽいので、ちょっとこれは、あまり手は出さないでおこうかなと思います。ちょっと一旦避けまして。じゃあ本題の方ですね。はい、マクロス・クルセイド、こっちの方開いていこうじゃありませんか。で、こちらの方も同じですね。構築済みデッキセット。まあ、これも50枚でね、ワンセットみたいです。ワンデッキになるみたいです。6枚、6枚はなんかおまけ？なんかカードゲームで使う、なんかサイドで使うやつですよ、みたいな、なんか、そんなことが書いてありました。よし、開けてまいりましょうか。これもなんかプレイマット的に、入ってんのかな？なんかこんな感じのビニールに入っておりまして、よい。よい。スタートアップシート。これはでもプレイマットって感じではなさそうですね。一応これゲームの説明はずらっと書かれております。緑指定コスト、青指定コスト、両方必要。How to Macross Crusade。まあやっぱりそうですね。クルセイドってシステムがある中のマクロスクルセイドで。だからこれは本当に完全に、こちらの方はですね、完全にマクロスでしか多分プレイできないマクロス作品オンリーのトレーディングカードゲームになるんだと思われます。よし、じゃあこれもちょっと開けてまいりましょうか。はい。さらっと見ていきましょう。はい。これはカードじゃ、これもなんか説明が書かれておりますね。はい。マクロス FB7 2月4日、4月24日、音声優ということで、まあいろいろ構築、デッキの内容がここに説明として書かれているだけですね。おう。なんか、あれさっき後ろ、バイス・シュバルツ。バイス・シュバルツはこんな感じの背中で、マクロス・クル、あ、でもこれはマクロス・クルセイドとは書いてないけどな。まあ、クルセイド。やっぱクルセイドシリーズで、やっぱ対戦、クロスオーバーバトルできるっぽいですね。はい、メサイヤちゃんは、あ、映ってなかった、失礼。メサイヤちゃんから、ランカちゃんマーキングメサイヤでございます。これ、レアリティとかどこに書いてあるんだろう。わからないなぁ。ユニット。レアリティとしましては、ここには書いて、こっちに書いてあったかな。あ、そうですね。コモン？これが多分一番ノーマル、普通のカードですよっていうことだと思われます。ここですね。コモン。で、アンコモン、レア。で、こっからとね、メタルレア、メタルパラレルってなんだ？ギャラクシーレア。ギャラクシーレア一種類ってなんだよ、これ。どういうこと？どういうことなの、これ。あれメサイヤちゃん、あれ？メサイヤちゃんどこ行った？あ、入れ替わってた。あ、はい、いいです、いいです。まあ、ちょろちょろと見ていきましょうか。シェリルさんマーキング。あ、これはプラモデル持ってますね。おー、愛用語でございます。これ何？コマンドカードって書いてあります。これはユニット。要は、ユニットだから、これで多分、ユニット、要は、キャラクターを、これを並べて、バトルで、コマンドは、これで、これでバトルしようぜ、みたいな、そういう風なやつなんでしょうか、愛用語。交戦中の相手ユニットは、ターン終了まで、マイナス2、
00OL、 っていう感じそりゃルール知らなきゃそうですよね。まあまあチラリチラリ見ていきましょうか。おお、マイフレンズミレイルさんですね。おお、突撃ラバカード、これもなかなかいい絵じゃないですか。コマンドカード、コマンド、何なんだろうな。あ、放課後オーバーフロー、でもこれ1枚しか入ってないの。オーバーフロー、レアなんでしょうか。レアリティがどこに書いてあるんだろう、ちょっとわかんないですね。あ、銀河を変える歌声、まさにこのシェリルさんがここにいますね。はい、こんな感じでございます。そう、これがですね、この衣装がマクロス30の時にね、この時着てる衣装なんですよ。ただこっちの構築済みデッキに関しましては、マクロス30っていう作品は含まれていないんですね。にもかかわらずこの衣装としてはここに表示されてるっていうことは何なんだろうかな。これは FB7 でもこの衣装出てきたとかそういうことなのかな、ちょっとわからんですけど。あ、これなんかアニメシリーズっぽいような絵でございますね。オベリスクと、虹六幕までございますね。おお、VF1 とかこういったものもで、ちょっと待った、開封の儀に全然進まないですね。なんかまあチラチラと見まして、ああ、なるほど。まあいろいろメサイヤちゃんとかアディマス、アルティ、あとはこれはキャラク、あ、ユニットとキャラクターはなんかまた別みたいですね。キャラクターカードで、ゴム手袋民名さん、あ、シェリル&バサンとか、すごいじゃないですか。まあこれまさに FB7 のやつですね。あ、天使の絵の具なんかこういうのもあるみたいです。へぇー。ハート&ソウル。こんなのもあるとね。もうニャンニャンファイヤー、突撃プラネットエクスプロージョン。これはコマンドカード。ダメージ判定したステップ、自分の歌コイン X コ、その場合は X は相手ユニット1枚破壊する。いやーなんか強力ですね。破壊する。強力ですね。なかなか、ギラギラサマーとか、変わらず、禁断のエリクシャー。この絵は初めて見た気がするぞ。禁断のエリクシャー。はい。まあこれが構築済みデッキということで、まあこれでもうすでにゲームを始められる、仕様になっているみたいです。仕組みになっているみたいです。まあゲームはちょっとそのうち、ちょっと勉強して、そのうちバトルはやってみようかと思いますので。はい、あとこちらの方がですね、ブースターパックということで、要はこの構築済みデッキに対して、あ、こっちのカードの方が強いだろうかなっていう入れ替えをするためのもの、みたいです。まあもちろんいや、いっぱいあるぞ、いっぱいあるな。いっぱい入ってます。でもこれ、ここのシールがされてないということは、なんかほらポケモンカードとかうるさいみたいですよね。グラフで、要はなんかメタリックのやつ若干重みが違うらしく、こうグラムで測ると入ってるかどうかなんか見られるらしいですね。なんかそういう裏技もあるみたいですね。お、なんかこれおまけカードじゃないでしょうか。コマンドカード、ここメッセージのとこキラキラしてますよ。これ絶対おまけだよな。これボックス買い、この商品カードをレジまでお持ちください、数量はレジにてお申し付けください。お、何なんだろう。ちょっとわからないな。マジこのトレーディングカードってリアルで買ったことね、ほぼないので。その昔リーフファイトっていうのは持ってましたけど、あくまでね、そう、自分でパックを買ってというか、なんか中古品をね、こうまとめてブワサッと買って、みたいな感じで遊んでいたので、あ、裏側のクルセイドそのままですね。あ、これをこういう風に入れ替える。なんなんだろう、これおまけ？ボックス買いのおまけ？まあいいか。はい、しまわなくて別にいいか。はい、とりあえず出してる。ファミリーマートコースマス。そうしましたら、これ1枚、1パック10枚で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、150枚。150枚っていうことは、なんかそう、メインカードみたいなのが、ちょっとここには含まれてないからなんですけど、こっちが50枚あります。約50枚あります。で、こっちが150枚。合わせて200枚。なんかデッキ2つぐらい作ろうと思えば作れそうですね。じゃあ開けてまいりますか。なんかちょっと開けるのもなんかもったいない気がするんですけど、開けてまいります。どっちから開けたらいいんだろう。下から開けようかな。内側から開けようかな。よいしょっと。そい。
はい、まずは1パック目で、そう、さっき言いたかったのが、これを見てもですよ、古文なのかあんこなのかレアなのかがエウレカさんにはわからないというのがちょっと問題でございます。あ、なんかチラシカードみたいなのが入ってるんですね。クルセイドポイント交換でなんか変なものが入っておりますね。はい、で見てまいりましょうか。早瀬さん、なんかカメラアングル変えとけばよかった。ちょっと待って、これマジでわかんないんだけど、どこにレアリティ、どこを見ればレアリティがわかるんだ。スラッ、サラッと見た感じ、サラッ、逆の方がいいな、サラッと見た感じ、なんかそれらしき、うん、なんかレアっぽい。ガネスさん、マクラスサーティのキャラクターでございますね。メサイアスーパーパックあるとき、そう、こちらの方は先ほども言ったか、言い忘れて言ってたかな、マクロスサーティっていう作品もね含まれておりますので、サウンド兵器、うおー、カムジンさん、お、隠れた才能、なんかこれちょっとレアっぽそうじゃないですか、わかんないけど、お、魔王の魔王さん、魔王さん、はい、はい、まずワンパック終了です。どうなのこれ。わかんないんですけど。はい、知ってらっしゃる方コメントで教えてください。ここを見ればそのレアリティがなんだかわかりますよっていうのね、教えてください。ぜひ知ってらっしゃる方。はい、2パック目開けてまいりますよ。さっきと同じですね。はい、これはいらないと。はい、見て、この向きかな。ほい、ストライクバルキリー1蒸気。お、パーティバル、ロッド機だ。へぇ、YF29B でございますね。見えづらくてごめんなさいね。聞かれる方、一斉奏者、もう、おっと、これは VF22、シュテルムフォーゲル2、ガムリン、ガムリン機、YF19、おっと、クランクランですよ。しかもこれ目が赤くなってるから、マクロス30の時にね、これ操られてるクランクランですね。プロフェシー、ディオン、YF25、フェニックス。ガルドさん。ほんとガルドさんですね。なんかちょっとレアっぽいのなかったかな？愛車機が出てきました。なんかレアリティ高そうなのちょっと今回出ませんでしたね。あと13パックありますからね。まだまだたっぷり出していきますよ。いやー、でもさっき言ったように、そう、メタリックの重みを計算されて抜き取られてたりね。いや、でもなんかどうなんだろう、ギャラクシーレアとかね、ほんとメタル、いや、でもメタルレアって書いてあるから、やっぱメタル、メタル素材なんじゃないのかな、違うのかな、どうなんだろう。でもあからさまにメタルだったら、やっぱこうパッと見た時分かっちゃいますからね。いや、どうなんだろう。いや、でもこれが仮にメタルレアってしますと、だからこれパッと見で、まあ分かるっちゃ分かるのかもしれないですね。はい、引き続き見てまいりましょう。なんかちょっとカメラアングルがよかったですね。フェニックス、アーブレラさんですね。キャラクターで出てきました。クワドランレア。はい、あ、ミーナさんまた出てきましたね。ワンダーリングでございます。これはコマンドということで出てきてまーす。操られ犯罪者、ルカ君。操られようが犯罪者では変わりない。犯罪者には変わりないですね。VF29、ファイアーバルキリーさんじゃないですか。結構これマクロス30からのが多いですね。一応、なんかこれマクロス30からしか出てこないのか。なるほどね。はい。お、シャロンさん。どうだ、空への誘惑。あ、これなんか良さそうじゃないですか。それぞれの戦い。ちょっと良さそうな気します。リアリティ高そうな気がしますが、どうでしょうか。おっと、文化スキー夫婦でございますね。なんかレア、メタルレア。メタルレア、メタルレア8種類。メタルパラレル8種類。何なんだろう、ちょっとわからないな。よし。で、これが、このパックがですね、第7弾って書いてありますね。マクロスクルセイド。だから、結構歴史はあるっちゃ歴史あるんですね。新数2007年とか、なんかそんな風に書いてありましたので。よしと、はい。よし、見てまいりましょうか。はい。ん？なんだこれ？バージンストーリー？ちょっと待って、これ。あれ？ガビルさんじゃない？これガビルさんじゃない？違う？あ、エクスカリバー愛車機、さっき出てきたやつ、さっき出てますね。ヌージャデルガー、カムジン機。おっと、グレイスさんもいらっしゃいます。
ナイトメアプラスがね、好き。なんか爆弾置くんだよな。プロフェシーまた来ました。あれでもさっきファイターモードだったような気がする。おっと、デスダイルちゃん来ましたね。メイリーロンさん、キャラクターで参加ということで、ストライクバルキリー一乗機。はい、文化好きですね。お、リオンくんいらっしゃいましたね。マクロス30の主人公でございます。どれがレアなんだろうな。どっかで見極めできないのかな。多分ここのアイコンは多分そのキャラクターとかで変わってくるだけだと思うから、ユニットコマンド、いやどうなんだろうな。わからないぞ。いやでも、あ、わかった、超ちっちゃいけど、ここに書いてありますね。見えます？ C の映ってるかな、 C、 いや映んない、 C の07って書いてあるんですよ。だからこれ古文ですね。古文が来て、U、ここに U って書いてあるから、これがアンコムですね。で、そして最後のリオン、これ文化スキーもそうか、文化スキーも U だからアンコム。で、リオンくんが、R だからレア。なるほどね。レアまでは、そこまでは分かったぞ。だから、コモン、アンコモン、あ、レアが1枚含まれてるってそういうことだ。やっぱ一番最後はレアが出てくるってそういうことですね。基本、コモンがブワーっと来て、アンコモンが2枚、レアが1枚。そういうことですね。わかった。で、これは、なんて書いてある ?P00。次から。いけるかな ?P00。P だから何なんだろう ?P。パラレルだ。で、多分これメタルパラレルでいいんだろうな、きっとな。多分、この縁がね、キラキラだから、多分メタルパラレルでいいんだと思います。ノットフォーセールって書いてあります。そうですね。いやー、ようやく理解できました。コモン7枚、アンコモン2枚、レアが1枚。っていう風な振り分けです。え、そしたら、メタルレアとメタルパラレルいつ出てくるのこれ。出てこないっていうこと？それともこのパックの一番最後、いや、最後じゃないな。これ多分ランダムだろうからな。一番最後ではないだろうから。まあ、どっかで出てくるんでしょうね。よし。来ましたよ。はい。やっぱり古文ですね。ここら辺はあんま気にしなくて良さそう。古文。これも古文ですね。C って書いてあります。次あたりからがアンコモンで、YF30 クロノス来ましたね。まさにここに今置いてあります。YF30 でございます。ガオークモードということで、これがバカンス。あ、なんか、砂漠のオアシスとかになんか行った時ですね。すべてのデッキを5回復する。アンコモンで最後が、お来たー、キラッキラしてますよ。いやー、バルキリーさん。おー、すごい。M07 って書いてあります。だから、メタルレアでいいってことだな。だレアとしては、レアリティの高さとしては変わらないのかもしれないですね。ただ、キラキラしてるっていう。でも、レアっていう。メタルパラレル、ギャラクシーレア。おー、ファイヤーボンバー来ました。ありがとうございます。メンバー、ありがとうございます。ファイヤーバルキリーちゃん来ました。そうなると、もうこの中には、ほぼほぼもうメタルが来ないんじゃねえのかなっていう噂が立ってきますよね。よし、じゃあちょっと、また開封してまいりますかね。これね、そう、その昔ね、リーフファイトってやってたってお話はしましたけど、あれもね、結構その、カードのジャンルとか分けたりして、いろいろ大変だったんですよね。で、バージンストーリー、これは、コモン、あ、いいんだな、し、いいですね。はい、ここら辺はコモンはあんま気にしなくてよさそう。ルッカキュンまた来ました。まあ、F21、ナイトメアプラス、ルシファー、ブレーラッキ、カムジンキさっきも来ました。ここら辺からアンコモンでございます。失われた友情。そして、
あれブレラッキーあれブレラッキーさっきあなるほどねブレラッキーファイターモードとバトロイドモードでそのレアリティが違う変わってくるわけですね。ごめんなさいちょっとカメラアングルがよろしくなかった。上から目線にしときゃよかったですね。そしておっとっとっとまたキラキラ来たぞやった来ないって言ってたら来ました。はい、ミーナフォルテちゃん M だから多分メタルレアでいいんだと思います。このカードプレイは相手の効果、このカードのプレイは相手の効果で無効にならない。だからこのミーナフォルテちゃんをプレイする場合は、邪魔されることなく、それちょっと待ったみたいな、トラップカード発動みたいなことで、多分止められないっていう、そういう意味なんじゃないですかね。あー、いや、嬉しいですね。メタルレア。ん？でも M07 って書いてる。なんで？さっきのファイアバルキリーちゃんも M07 だったんですけど、どういうことなんだろうな、これ。カード番号じゃないのかな C07。 まあいいや07第7弾っていうことか。そういうことなのかな。よしさあ、バンバンやっていきましょう。もうすでにね30分近く時間が経過しちゃっておりますので、ガン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 開けてまいりましょうか。まあなんかね普段からこのトレーディングカードこれワンパックいくらするんだろうな。普段からトレーディングカードゲームやってる方からしたらね、こんなのね、作業だよみたいな、そんな感じ。ああ、ランカちゃん人形がありますね。ここら辺は、古文なので、そんなに気にしなくて。おーっと、デスダイちゃんが、あれさっき古文だったかな。まあいいや。いいですな。黒の巣、古文来てま、おっとミレー抜きが来たぞ。緊急離脱。へぇー。うん。まあでもこれ別に普通に古文でございます。おっぱいバルキリーですね。ここら辺が、あまだ古文。次があんこかな。あここからあんこだ。おぉおずまお兄ちゃんも操られてますよ。目が赤いですね。そして次、サンダーボルト、ミーナキでございます。そして最後、おちょっと待った。キラキラいっぱい来るぞ。え、そういうもん？そういうもんなんですかね。ミンメイさんいらっしゃいました。M07。やっぱそうですね。自分のエイトが武装変更の効果で、すべての自分単位111を得る。はい、こんな感じでございます。いや、キラッキラですね。これ、マクロス30でこんなシーンだったのか。嘘、本当に光るなの？って書いてあります。おぉ、キラキラ3枚目。なんか、ちょっと待って、これ M だったよな、今。だパラレル、メタルパラレルはちょっと来てないのでね。だからこれは P って書いてありますか、おそらくパラレル。P は来ないのかな。意外と、だって3連続メタルレアですよ。メタルレアですよ。だからこのボックスが本当にワンボックス、まあそうだとしたらそういうことなのかな。ある程度そのメタルがあった。ギャラクシーレアは、まあ入ってない可能性は大でございますよね。はい、ここいら辺はまた古文なのであんま気にしないで大丈夫ですね。古文。おう、かわいいじゃないですか。はい、ダイナム超合金。あ、いつだよ、つだよ、ダイナム超合金。で、ここいら辺古文あんま気にしないで大丈夫。暦も操られております。ここら辺からあんこで、ね。アンコモンでございますね。アンコアンコ、ファイアバルキリーが来ます。そしておアルティがいらっしゃいましたね。アルティは操られておりません。なぜかというと最初からかなり序盤にマクロサーディですね。マクロサーディの時ね、かなり序盤に味方になるキャラクターですね。そしてレアがこちら。あ、今度はノーマルレアでございましたね。 R07 ストライクバルキリー一蒸気プラスメサイヤキと。はーん、なるほど。まあレアはレアで、まあ必ずレアは1枚は入ってくる。まあまあそういう、それはそれでね、そういうことなんでしょうね。おい、ちょっとまだいっぱいあるぞ。1、2、3、4、5、6、あと7枚。今ので折り返し地点でしたね。8パック目でした。次で9パック目。よいしょと。徐々に。手元が狭まってまいりましたよ。これ抜きまして、はい、また見ていきましょうか。まあ、いきなりここにね、なんかボーンとか入ってたりすること、なんかそういったサプライズがあってもいいような気もするんですが、ブレラキ、かわいいじゃないですか。おー、黒の巣来てますね。あ、早瀬さん、一番最初に出てきたやつ。あんこで、あ、一条光くんいらっしゃいまして、そして、
お、シンくんですね。シンくんもいらっしゃいました。シンくんは操られず自ら敵チームに来てた気がします。あれ？これレア？ミュンさんレア。ミュンさんレアでございました。はい。よし。バンバン行きましょう。バン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 。やっていきましょう。よし。なんかそのパラレルっていうのがね、メタルレアが8種類。メタルパラレルも8種類。だからちょっと、なんだろう。種類的には、まあ、同じだけは入っているはずなので、ああ、これかな？これを捨てて。種類的にはね、パラレルもメタルレアも同じだけの量あるはずなんですけどね。クヨミン、一斉そ、ガネスさんね。YF19、サウンド兵器。思いっきり兵器って言っちゃってますけどね。プロペシー、パーティバル、そろそろあんこが来ましたね。おーと、リガードちゃんがあんこですよ。かわいいですね。リガードちゃん。好きでございます。で、次が、お、ミーナちゃん、突然の襲撃。そして、最後が、で、あーっと、あれ、ミンメイさん、あれ、また、あれ、さっきと違うミンメイさんですね。メタル、お、おー、メタルパラレル来ました。これがそうだ。メタルパラレルですね。ちょっと待って、さっきミンメイさん来たのどこだったっけかな。一番上に乗せとけばよかった、むしろ。ミンメイちゃーん。ミンメイちゃーん。どこだ？ミンメイちゃーん。あれ？来た。これ、M と MP で。やっぱキャラクターとしては同じですね。自分のユニットが武装変更で場合に出て、すべての自分のユニットはターン終了まで111。R、このターン、自分にあるすべてのユニットの武装変更は1対2回も使用できないという制限に含む。私、ヒカルのやることなら応援するって書いてあります。内容はやっぱ全く同じですね。メタルパラレル。だからこっちがメタルレア、こっちがメタルパラレルです。で、書かれている文言は全く同じでございますので、いや、こっちの方がやっぱりレア度、レアリティ度が高いっていうそういう感覚なのかな。内容は、全く同じでございます。うっそ、本当に光るなの？失礼しました。ここだったのかな。いや別にどこでもいいんですけどね。どこでもいいっちゃどこでもいいんですけど、まあ結局後でね、いろいろほらカードケースにしまわなきゃいけないっていうのは変わりないんでね。順番、むしろなんかレア度でね、こう順番分けて、さらにはカードの種類、キャラクターなのかコマンドなのかユニットなのかっていうので、そういうのもまた分けていかなきゃいけないから、まあまあそれはちょっと後で、ゆっくりやっていきましょう。はい。はい、なんとなくそのカードの感覚がつかめてきましたね。だからここら辺が古文でございますね。古文が続いてきますよ。はい。古文、アン古文が来ました。YF29 デュランダル30周年バージョン。ちょっと待って、これじゃ30周年バージョンかわかんないですよね。背中にね、背中にシェリルさんとランカちゃんが描かれてるんですけど、これじゃなんだかわかんないじゃねえかい。はい。そしてパーティバルロッドキー。あれ、さっきも。みたいような気がするな、アンコモン。そして最後が、あれや、YF19 ファストパック仕様ということですね。はい。こちらがレアでも、いや、これ、メタルレアと、だいぶ差がありますね。やっぱりメタルレアの方が強い。いや、どうなんだろう。まあ、ちょっと本当、どんなゲームにね、なるのかが、まあ、楽しみっちゃ楽しみでございます。よしと。さあ、またまた開けてきますよ。犯罪者ルカくんが来まして、YF20、ん？これ？ん？画木モードの YF21、あ、これは、シュトルムフォーゲル、画木、ガルドが、ん？まあ、これはなんかむしろマクロス30の絵じゃないですからね。まあ、そういうのがちょいちょいは含まれておりますね。シュルムホーゲル2ガムネギ。これはマクロス30からの出展になります。ブレラお兄ちゃん、ミハル・ブラウンからが、ちょっと待って、これ3枚目か。ワンデッキに4種類までね、同じ、4枚まで同じの入れられるはずですからね。もう1枚だ、ガネスちゃん。はい、ルシファー、これがアンコモンでございます。そして、おー、これロット君初かな。アンコモン、キャラクターですね。最後、これ普通のレアでございますね。サラノーム。
サラおばあちゃんでございます。おばあちゃん。はい、そうしましたら、残り3泊少なくなってまいりました。まあ、ギャラクシーレアは、ギャラクシーレアだったら多分そこに GR って書かれるんだろうからな。なんかちょっとネットでそういうの調べてみよう、今度。よしと、はい、見ていきましょうか。ここら辺がまた、古文からの、古文からの、古文から、クランクラン。フェニックス、アンコモンが、あ、さっきありましたね。突然の襲撃。ミイラちゃんですね。お、シュトルムフォーゲル、マックスミディア。いいじゃないですか。まあなんかこれのストーリーもね、もともと、マックス用に、マクロスセブンの時ですけどね、マックス用に用意されていた、VF-22 シュトゥルムフォーゲルの予備機をですね、ミディアが私も乗るっつって、自分のパーソナルカラーに塗り替えて乗ったっていう、それでこの夫婦で同じ機体に乗っている、そういうなんか裏話があるらしいです。はい。そして最後のレアがこちら、おっと珍しい。いや、珍しいというか、初めてのカード。まあまあ、大体初めてなんですけど、オズマキの、ユニット。なんか、前段発射みたいな、キスのミサイル前段発射みたいな、そんな感じのレアカードでございますね。と、残り2パックでございます。もう、ただひたすら、ひたすら開けていくだけなんですけど、よっと。よし。さあ、残りにもまたキラキラが入ってるといいですね。ワンダーリングなんかさっき見ましたね。はい、コモンコモン。ガビルか、ガビルさんですね。プロフェシー犯罪者ルカ君来ます。おっと、これ初かな、あんこでございますね。おばあちゃんってまさに言ってるとこですね。はい、あ、リガードちゃん2枚目です。嬉しいですね。そして最後がこちら、残念キラキラではございませんでしたが、アイシャちゃんでございますね。リオン、はいはいはい、よし、そうしましたらこれで最後でございます。結局キラキラが 1,2,3 枚のパラレルレアっていうのが、メタルパラレルか、メタルパラレルっていうのが1枚出た、そんな感じでございますね。よし、いや、なかなか面白いじゃないですか。はい、見てまいりましょうか。おっと、またして YF21 ですね。YF21、ナイトメアクラス、ルシファー、ヌージャデルガ、ランカちゃん、エクスカリバー、アイシャキ。おっと、これ、コモンか。デスダヨちゃん、ここからがアンコモン。おっと、吸引力の衰えないイサム・ダイソンさんでございますね。そしてもう一枚。ほい。おYF30 クロノス。そして最後が、こちら。残念キラキラ。あれ、シャロンさん。シャロンさんレアでございますね。はい。残念、最後キラキラ出ませんでした。ほい。こんな感じでございますね。ちょっとこのデッキと混じっちゃまずいのかな、これな。混ぜない方が良さそうだな。ほい。まあ、あとはこれらをちょっと、要は、順を整理して自分でこうデッキを組まなきゃいけないっていう結構大変な作業がこれから待ってございます。なんかね、その対戦するシーンも、なんか、はい、動画にできたらいいかなと思って考えてございますので、もしよろしければお付き合い、これからもね、動画楽しみお待ちいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。じゃあ今回はちょっとね、こんな感じでカードを開けるだけになってしまいましたが、これからもよろしくお願いいたします。そうしましたらご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。